皆様ごきげんよう。今日なんですけど、西野雄二投手使ってみたやっていこうかなと思います。この西野投手フォークが2個あるんですよね、高速フォークと普通のフォーク。でここの使い分けとあとスライダーとかをちょいちょい混ぜれば強いんじゃないかなと思ってて、しかも スライダーなんと A に乗るというランナー2塁以上行った時にね、でまあまあワンポイントとかだったら強いんじゃないかなと思ったんで、使っていきましょう。ピッチャーなんですけど、涌井投手でいきますか。今8連勝中でレートが2900ですね。監督モードでやったり選手モードでやったりしてるんで、これぐらいのレートになってます。ちょっとマッチングしないですね。コム戦をちょっとしたくないんでオフにします。ちょっと最近動画撮る時間なくてあんまり出せてなかったんですけど、ちょっとため撮りできる日があったんでね、いっぱい撮れる日がちょっとたまたまあったんで撮影してます。今日十何本ぐらいか撮影する予定ですね。の一歩目です。すぐ変えるんで、初球から打った、二遊間破った、センター前ヒット、先頭バッターが出ました。カーブでランナー二塁以上の場面で出したいな。ノーアウトランナー一塁。第2球投げた、シンカー決まった、あっという間に追い込んだ、ボールカウントはノーボールツーストライク。第3球投げました、変えます。ジャイアンツここで継投です。スライダー A、 まずスライダーいきますか。取れるよ、 OK。 まずスライダーですね。ワンアウト、さあチャンスで4番バッター、普通のフォーク、いや打たれるかな、さあミスった、いやライト前か、まあまあまあ1点は仕方ないですね。フォーク、ちょっと変化量違いますね。第2球投げました、見送りました。追加点のチャンスを迎えているベイスターズ。第3球投げました、変化球いいよ、ストライクを先行させています。ボールカウントはワンボールツーストライク。あ、ミスった。第4球投げた、いやーやってしまった。カーブいきます。カーブ決まった、ワンアウト、ストレート、二塁一塁。第2球投げました、よし、ツーアウト、ショート取ってアウト。打席には7番バッターが入ります。で高速フォーク、いやダメだね、普通にフォーク狙われますね。フォーク狙われるか、ならフォークでいきましょう。これは決まっています。追加点のチャンスを迎えているベイスターズ。第2球投げた、低め決まった、あっという間に追い込んだ。でカーブ、ランナー三塁一塁。第3球投げ、ワンポイントならいけるかなっていう感じですね。一人だけならっていう。しかしこの回ベイスターズ先手を取りました。シュートフォーク強すぎ、いやーさ、キャッチャーフライ。ファウルグラウンドで掴んでアウト。いやセンターフライ、ぐらいセンター取りました。頼む、打ちたい。カーブ、外へのストライク、
スライダーとか来ないかな。第2球投げた。あー、まあセンターフライ。センターフライ取ってスリーアウト。この試合はコールドゲームとなりました。まあ、っていう感じですね。ワンポイントなら強いんじゃないかなと。ちょっとコールド負けしてしまいましたけど、まあ、ワンポイントなら強いかなっていうような感じで、まずはフォークとかスライダーの使い方次第では強いかなって思いましたね。っていう感じで、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。